番出口のおっさんの髪の毛、オラウータン。どうも、チャップです。今回は超話題になってたホラーゲーム、8番出口を実況していくんですが、早速さ、前から可愛らしいおじうたんが歩いてきてますね。まあね、本当はもっといじりたいねんけど、そんな枝豆で餌付けできそうなね、みんなのアイドルおじさんは置いといて、8番出口の説明させてください。異変を見逃さないことを、異変を見つけたらすぐに引き返すことを、異変が見つからなかったら引き返さないこと、8番出口から外に出ることと、とりあえずこの4つを守ればクリアできて、おじさんと恋愛シミュレーションゲームができるみたいなんで、じゃあ本編の方やっていきましょうか。よっしゃー、またおじさんと正面から運命の出会いを果たせたわけなんですけどね。このおじさんさ、髪の毛ちょっとあれよね、冬のニットのセーターみたいな髪の毛しますよね。いや、ちょ、ワンチャンコロッケかな。で、もっと言うたら大阪のおばちゃんの髪型にも似てるかもしれん。まあ、どれでもいいんですけどね。まあ、どれでもいいんですけど、おじさんがどっか行っちゃったんで、まあ、このまま進みましょうか。まあ、おじさん異変なかったでしょう。まあ、強いて言うならば、ちょっとなんか髪の毛ね、パサパサなってて、なんか新手のパスタみたいなさ、あんまりみんなが食べたことない珍しいパスタみたいな髪の毛してたけど、まあそれはスルーしていきましょうか。で、まあ禁煙の何ポスターがあると。で、ちゃんと左側通行って、おじさんちゃんと守ってましたよね。だから右側通行でさ、攻めてくる場合もあるかもしれへんやんか。で、0番出口ってことは、これが8に増えていくんかな。ちなみにダッシュできるからね、コーナーで差つけることもできますという、どうでもいい情報を皆さんにお伝えして、これはまあポスターか、まあ、床とか壁とか、天井に多分異変があるタイプでしょう。んー、でも歯医者さん、イラスト屋のアルバイト募集みたいなやつがある。で、おじさん結構なんか昭和の大スターみたいな感じでイケメンなんだよな。でも何回見てもやっぱなんかあれやな、濡れた犬みたいな髪型してるって言うても過言ではないけども。あー、シャンプーコース、犬猫、みんなアニマル、嬉しい、ワンワン、ニャンニャンか。なるほどな。で、なんかこんなある。で、防犯カメラ。で、なんかある。なんかある。まあ、特に何も異常ないけど、この目ん玉これ絶対動いたりするやろ。にらめっこしましょうみたいな感じちゃうん。で、あっち地下広場なんや。知らんかった。え、何もないですよね。これ異変ないなっていう感じやったら何なんやろ。あれでもゼロのままやで。あれ進むんちゃうんこれって。あれなんか異変あったのかな。わかんないなー、ちょっとわかんない。何が違うのかが全然わかんない。ん？うん、特に何も異変ないけどな。おじさんがめっちゃハゲ散らかすとかいう異変もないやろ。なあ、今電気チカッと一瞬した。してないよな。おじさんの髪の毛もえげつないほどハゲてるとかもないやん。出会えば出会うほど髪の毛ハゲていくとかいう、そんなバグもないやん。え、なんもなくない？これ0から1になってんのかな？もしかして。え？あれ？異変？あれ？あ、これご案内や。僕が読んでたやつ。あれ？異変を見逃してるのかい？わかんないんですけど、ちょっとわかんないんですけど、どこに異変ある？え？異変あります？なくない？え、どこにある異変？え、なんも普通やって、絶対普通やって。え、おじさんも普通。え、これにらめっこもない、別に何もない地下広場。え、やばい、もう詰んだ、出られへん、ゼロ番出口から進めへん。なんでなん。あ、1なった。え、これじゃあ異変なくても進むんや。待って、異変ないとき一番むずいやん。ちょっと、だって何が起きるかわからんのに、異変ないとき難しすぎひん？そんなん一番、もうサイゼリアの間違い探しを超える難易度やん。え？なんか、いや、変わってないで、なんも。おじさん、え？なあ、誰か見てるやん。もう、女性か男性か分からんけど、怖い。ホラーゲーム、だいたい隙間から見てくんねん。隙間女か分からんけど、まあ、変態がおったわ。8番出口出る前に、変態出口なってもうた。オッケー、でもとりあえず変態は見つけれた。あれ？これいつもあったっけ？うわ、ちょっとそんな分からへんやん。そんな分からへんやん、いつもあったかどうかなんて。他なんかある？なんかポスタービリビリに破れるとかない？急に。ちょっと待ってよ。もうおじさんはやっぱり髪の毛コロッケか。
で、大体な、ちょっと髪の毛薄い人って、あの、ヒゲとかこうなんねんけど、あれ結構なイケメンやぞ、あれ。間違いない。ポスターとかに異変もない。で、また扉が開いてるとかもない。で、にらめっこしましょうもない。地下広場。なんかある？ん？ドアノブない？あ、ドアノブあるわ。これは異変ないでしょ。これ異変あったらもうほんま怒るで、僕。よかったー。ちょっとビックビックする。正直びっくりドンキ。で、はい。上も下も、はい。禁煙のポスターもある。特におかしくない。天井から雲が追ってくるとかもない。イラスト屋も普通。ワンちゃん、猫ちゃんも一緒。で、おじさん歩いてきてる。で、特になんもない。いつも通りすれ違う。え、なんもない。え、ほんまなんもないよな。え、こんな2連ちゃんでなんもないとかある？これもな、ん？な、なんもないよな。え、ちょっと待って、ちょっと、ん？あ、ポスターでかくなってる。あれやん、目の錯覚のやつやんか、これ。ポスターでかく、ポスターでかなってるやん。こんなん気づけへんて。後ろ振り返れんかって、絶対無理。おじさん？おじさんも迷ってる。スマホなんも映ってないで。映ってないけど、おじさん、髪の毛なんか、スケスケ。ちょっとさ、おじさんのスケスケのそのさ、なんか焼け野原みたいな髪の毛見てたら、くしゃみ出たんだけど、アレルギー出たって。おじさんの髪の毛アレルギーいただきました。ごちそうさまでございますと。ポスターもでかくなんねや。で、そんなんわからん。ちっちゃくなったりする可能性もある？マジかよ。そんなん、無理やて。おじさん、裸足で歩いてるとかもないな。めっちゃむずいやん。そん、わあ、びっくり。もう、音でっか、くるらー。なんでこんなくら、こっち明るいのにそっちくるらー。もう絶対いかん。誰誰よ、扉開けたん。おじさんでここでまた止まるんでしょ。で、5番出口まで来た。いい感じやけどさ、怖すぎたって。ドア開く音だけでも僕爆音やからさ、ヘッドセット音量爆盛り TV やから、耳取れるって。待って、もうなんかおじさんと運命の出会い果たさなあかんの。これそろそろ食パンがなんかかじらないとあかんよ。でも、なんもないんだよな、正直。なんかある？これにらめっこしましょうもないやろ。ほんまに、ちょ待って、怖いんだって、ほんまに。異変ないよな。ポスターちっちゃなったりしてないよな。これもう動けへんよな、目ん玉。大丈夫、待って。これでゼロになってたらほんまもうやばいことになるで。6や、よかった。もう怖いんだって。異変ないとき一番怖いから、このホラーゲーム。げつない怖さ出してくるからさ。そこだけ気をつけて。なんもないよな。この四角い箱もある。禁煙のポスターもある。地面もなんもない。でもなんか、あんま異変起きひんの？あ、防犯カメラ光ってる。誰か見てる。なんかガンダムみたい。すごい。あれ異変？異変なのか？セキュリティ高いだけじゃないん？これでいいの？あ、出口出れそう、出る、出れそう、出れそう、出れそう。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。超順調やん。あ、もう、異変やん。ポスター全部一緒なってるやん。めちゃくちゃ女子向け。メンタマ、メンタマ、メンタマ、メンタ、待って。待って、めっちゃあっさりクリアしちゃいそうやねんけど、大丈夫これ。8番出口やけど。8番出口出ちゃっていい？8番出口。ここも、あれ、気合入れなあかんのか、もしかして。最後なんか気合入れなあかんのか。普通に行ったらええんか。わからん。なんも異変ないよな。おじさん僕出るけど、おじさんまだ出ません？あれ？おじさんなんか、ふんどし一丁になるとかないん？へぇ。なんもないよな、ほんで。最後の最後になんか、動くやん、動くやん、すごいやん、やっぱ動いたやん。でも僕が動く想像と違った。目ん玉動くと思ったらあれやんけ。本体、ちょっと待って、あかん、こっち行ったらあかんやんけ。遊んでたらあかんわ、遊んでたらあかん、ほんま。追いかけっこしてる。危ない、危ない。引き返さないと。これでもう終わりじゃん。おじさん出れるよ、これ、8番出口。出口こっちだよ。僕も知ってるもん。出れなくね？出れへんよ？なんで？でも戻ってないってことは成功やろ？
なんで？え、なんでおじさん？え？おじさんなんで？ちょっとなんかムキムキなってきてない？大丈夫？なんか上のシャツ苦しそうちゃう？え？え？電気消えかけてるとかないよな？あれ？え？なんで？え、なんで出られへんの？あれ？引き返せ引き返せ引き返せやって、ターンバックターンバックターンバックって、見てよかったやっぱり。え、これ引き返して、え、これ、あ、おじさんどうも、え、待て待て待て、出れへんて。え、8番出口から出れないんだけど、なんで、え。8番、うわー、きったな、うそやん、きったな。誰かその狭い中で書道してない？めちゃくちゃ墨汁びちょびちょ TV やねんけど。え、また出れないじゃん。8番出口から出られへんやん。え、終わらんやん。終わらねえじゃん。え、どうすんねんこれ。え、どうもでけへんって。まだポスターちっちゃなるとかない？え、なんもないって。嘘やん。ん？おじさん？おじさんも今日も全然何も変わりないしな。え？え、まだ追いかけっこしてけへん。で、後ろちゃんと見るよ。え、なんもない。これでなんもなかったら、ついに8番出口。あ、出れた。え、やった。え、ちょっと待って待って待って。え、出ていいよな。8番出口。え、出ました。明るい。あ、ピヨピヨ。あー、なんか解除されてる。すべての異変を見つけた。え、すべての、あ、やった。なんやねんこれ。ちょっと待って、ホラーゲームホラーゲームしてなくてさ、すごいなんかむしろ楽しかったですよね。もうおじさん観察日記みたいなさ、おじさん観察するゲームになってたけど。それは大丈夫な。ほんでずっとなんかおじさんの足音聞こえねんけど、右から。え、あー、なんか出てきた。お知らせ、すべての異変が見つかりました。この度は本地下通路をご利用いただき誠にありがとうございました。こちらこそありがとうございました。え。え、これはじゃあまた行ったらなんかあるのか。あ、おじさんが、あ、こうやって何回もまあできるんやけど、とりあえずクリアっていうことか。へえ、これが8番出口。すごいじゃん、とんでもないじゃん。こんなんがあったんですね。え、めっちゃ面白かったやん。これホラーゲームやけど、ちょっとホラーゲームじゃない感じなんで、怖いの苦手な人もね、ぜひ楽しめると思うんで。ほら、おじさん絶対ここで止まるっていう、もうこれも異変やけどな。靴下履いてないかな、もしかして。もしかして靴下履かんタイプのおじさんかな。結構いい顔してるけど、髪の毛シースルーなってんねんもんな。髪の毛が。うわ、なるほどな。前と、頭頂部から行くタイプのおじさんなんや。もうおじさんを観察さ、もうさ、おじさん観察して何してねんって言われたらあれやけどさ、めちゃくちゃ8番出口面白かったです。話題になるゲームではあったわ。楽しくできたんで僕は非常に満足です。そして久しぶりのホラーゲーム、すごい楽しかったです。またこれを機にね、いろいろとやっていきたいと思うので、皆さんありがとうございました。またよろしくお願いいたします。ということで、バイバーイ。